皆さんラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相図地収録編集を担当している音の魔法使いソッシートでお送りします変化の激しいニュースが溢れる今の時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる ラジ歴をどうぞお楽しみください先週関心のお話をしましまた、はい、中国のお話でしたけれども、うん、今日のテーマは王陽明王陽明そう陽明が多いのね、うん、陽明主じゃないよ <laughs> いや長生きはしたいですけど今日もこの王陽明この人も中国の人なんですか、はい、そう中国の人で まあ今まで僕が取り上げてきた中国の人って、どうしても、こう、四季とか、え、三国志とか、まあ、あの、中国4000年、5000年の歴史の、まあ最初の方にね、え、位置する、うものを取り上げることが多かったわけなんですが、確かに。まあ、今回ちょっと少しでも現代に引き寄せていこうということで、まあ、ああ、陽明学、うー、ん、王陽明。 という人ね。うん、この人が作った学問と言われている、陽明学をえ中心にしながら、この大陽明という人を紹介していきたいと思うんですが、うんうん、陽明学って聞いたことある陽明学聞いたことあるんですけど、全然分かってなくて。全然分かってない。で,で 僕がいつも混乱することだけ先に伝えておくと、中国の歴史の中で、儒教って出てくるじゃないですか。はい、儒教ね。はいはいはい。講師様とかね。あ、そう,そうそうそう。あの、親を敬いましょうみたいなそういうことなのかな。ね、で、儒学って言葉がそこで出てくるじゃないですか。うんうん、そう。で、なんかそれ以外にも趣旨学とか出てきて、<お>陽明学って、<お>この辺、なんとか学、まる学が多すぎて、全然違いがわからないっていう。あ、いいで、ね、す。 全然、いや、マジで、あのー、うん、いつもソッシーとは何のこう打ち合わせもせずに収録に飛び込むんだけど、うん、今日まさにちょっと最初にね、冒頭話したかったこと、うん、今回話したかったことっていうのは、まあ、陽明学って何儒、はい、教と何が違うの、うん、朱子学ってのもあるけど、それとは何が違うんだろうっていうことをまず押さえていくことによって、うんまあ、この王陽明という人が考えたあ陽明学、うん、それのお意味と、まあ、陽明、 っていう人がね、うん、この応用名っていう人がどんな人だったんだろうっていうことを理解していく上でも、当然彼が考えた学問に、うん、まあ彼のね考えが出てるわけなんだから、そ,ね、そこをしっかりと明確にしていこうと。うん、でそれで明確にしとくと、ね、あの、教養深い感じにも、そっちになれるし、うん、聞いてくれた人もなれるし、<laughs> ね、あの、まあ受験とかね、あの、テスト勉強してるような学生さんがもし聞いてくれていたら、うん まあその人の理解の役にも立つかなということで、うん。そうです、ねうん、えまずね、そもそも儒教って何かって考えたときに、うん、まあソッシーが今言ってくれたように、親を大切にしましょう。うん、親孝行の孝という。はい、これが、まあ一番大切な特目の一つとして、体系化されている考えっていうのが儒教というのがあるわけなんです。うん、で、儒教の考え方の大切なポイントは、今、親孝行大切っていうところから、はい。制して、当然、はい、うん あの、年長者を敬いましょう。年上の方を。年長者、そう。敬、うん。敬いましょう。っていうことになっていくと、究極、昔の人は偉かったっていう発想になるわけ。ああ。自分よりも、一個前、二個前、昔の世代です。生きてた人たちです、ね。生きてた人。だから、昔の方が良かったっていう思想なわけ。ああ、うん。ベースにあるあ。そか。はい。だから、儒教の聖人君主と言われている人は、中国の歴史の最初の最初に出てくる、うん、 行旬吾っていうような古代の帝王たち。うん、この人たちのやり方を真似したら、あるいは中国最初のまあ統一王朝とも言えるような州っていう国。うん、州の国の、えー、その時代の制度っていうものが正しい制度だったん、うん、こういったこう現実よりも昔の方理想化された過去を敬っていくみたいな、うん、こういった動きっていうのが方向性として一つあるわけ。 だから、儒教ってなんか古臭いとか、なんか、あの、後ろ向きだみたいな印象が出てきてしまう。もちろんそれだけじゃないんだけど、一つ、大きい、まあ、弊害というか、この儒教の陥る、まあ、ちょっとネガティブな要素のところに触れたわけです。で、で、でですね、朱子学っていうのがその次に出てくるんだけど、儒教を踏まえて、儒教なんだよ、朱子学も。朱子学も儒教。 学問って感じですね。儒、うん、教の中の、儒学の中の一種として、朱子学っていうのが生まれてくるのが、宋、うん、の時代。ほうほ、ん、うほうほう。で、特にこの朱子学が体制した朱君っていう人が作ったタイミングっていうのは、うんはい、南宋の時代。うん。要は、モンゴルとか遊牧民に圧迫を受けていた時代に、うん、なんで我々は、 こんな今、圧迫を受けてしまっているんだ。もともと、儒教の観点とかあ、そういったものを身につけている中国人。こう、漢、うん、民族というものは非常に優れているはずなのに、うん、遊牧民に負けてしまっている。はい、これはなぜなんだろうっていうことを突き詰めて考えて、新しく生まれてきたのが朱子学っていう。うん、で、趣旨学っていうのも、同じように、儒教と同じように、はい、聖人君主。 になっていこう。うん、成人勲章を見習っていこうなんだけれども、うんはい、そのタイミングで考え方として、じゃあ、何をしたらいいんだろう。うん。こうただ単に昔を、良かった良かったって言ってればいいのかっていうと、そういうわけじゃない。いろんなものを。に何をしたらいいんだろうかっていうようなことだったりです、ね、ことを考えていかなきゃいけない。うんうん、で、その一つとして、こう、じゃあ、世の中、世界がどうなっているんだっていうことをまず把握しなきゃいけないよね。うん はいはい、はいね。その把握のタイミングで、人の心。うん。人の心には、孟子さんがね、善の心があると。うん。性善説。ね、聞いたことあるでしょうん、うん、あ、ありますね。あの、僕みたいな、<laughs> 僕みたいな性、うん。<laughs> そうね。あの、何か困ったことがあったら助けようとする人の良さ。<laughs> はい。っていうものが人間それぞれね、組織、うん、に限らずみんなそれがある。いや、<も>それが一番ですよ。うん。でも、 実際問題、そうじゃない人たちがいる。うん、あるいは、悪いことしちゃう人がいる。うん、なんでなの、うん、この人の性善説に立っていったときに、なんか、腑に落ちないところあるよね。うん、この心がそのまんまじゃいけない。うん、人の心の中には、性。うん、これは性善説だから、性っていうものはいいものなんだけど、はいうん、性以外に、情。 情熱、うん、情け。これが、人の欲望とか、うん、何、この野郎とかっていう感情とか、はい、こういったものがある。とかなのかなそう。うん、で、当然、この情っていうものが、心の中には、その、うん、元々の性質と情熱の情、二つがある。こ、うん、のうち、はい、性は性善説なんだから、そのまんまそれが世の中の理屈とか、うん、世の中を回している一番いい大切なもの、 なんだ。うん、だから、生、すなわち、理。理、に、うん、は理性の理ね。生、即、理っていうのが趣旨学の考え方なわけ。ほ、はい、うほうほう,う,う。で、じゃあ、その情っていうものを取り除いていくためには、どうしたらいいかって言ったら、うん、成人ね、えー、皆、うん、学んで至るべし。こう、成人学んで至るべしっていうことで、学ぶ。勉強して、世の中の体系がどうなっているのか。どういうふうに自己修練していくべきなのか。 読者とか、うん、そういったものとかを通して、自分を見つめていきつつ、外にあるものをきっちりと読んで、体系化されたものを理解することによって、初めて世の中が分かった。うんうんうん、なるほど。これが、趣旨学。うん、だから、趣旨学の考え方のベースって何ですかって言われたら、今言った生息理、性即利。性即利。性質がすなわち利。ただし、人間の心は、うん、 性だけじゃなくて、情もあるから、うん、この情を抑え込んでいく、性を輝かせていくために、うん、読書とかそういったものが大切なんだ。うん、体系化されたもの、秩序を守ることが大切なんだ、うんで。その秩序を破壊しているモンゴルとか、うん、そういったものが今世の中を壊してしまっている。<laughs> で、これを何とかしなきゃいけないっていう、まあこういったところから生まれてきたのが趣旨だった、うん。なるほど。 朱子学に対する、なんか、どっかしら僕の中の印象で、制度とか秩序を大事にしようっていう印象があったんですけど、そもそもそれなんでなのかなってことを今聞く中で、ちょっと理解が深まった気がしましたね。うん、そう。うん、で、その後、朱子さんが死んだのが1200年なんだけど、はい。そこから、まあ、モンゴル帝国が中国全体を統一して、うん、その後、民がモンゴルを追い出して、うん。 民っていう国、中国が再び漢民族の国になった。はい、そのタイミングで出てきたのが、うん、王陽明さん。はい、おで、王陽明さんも最初、朱子学をしっかりと勉強していくんだけれども、はい。ちょっと待ってと。はい、うんうんうん。人のね、感情って悪いことばっかじゃないじゃない。うん、例えば、やっぱり<か>その情熱とか何かを成し遂げようっていう思いとか、うん、こういったものも世の中の断りにつながってるじゃないか。 もし、うん、難しいことでも、それを乗り越えて頑張っていくぞっていう、そういう気持ち、それは決して悪いことじゃない。言い切れないですよね。言い切れないよねっていうことで、生、うん、人間の心を二つに分けて、生が理性とか理屈につながっていくんじゃなくて、うん、心そのもの、心には生と情熱の情、情けの二つがあるけど、はい、この情けも踏まえた人間の心全体が、 すなわち、うん、世界全体の理りを表している理なんだっていうことで、真即、うん、理ってことになってます、うん、なので、趣旨学では性っていうものは人間の一部であって、はい、しかも大半の人たちはそれから情の方が優先されて、うん、しまっているから、うん 性を鍛えていかなきゃいけない。うん、そのためには制度とか秩序とか、上の人の言うことをきちんと聞くとか、うん、そういったものを整えていかなきゃいけないっていうのが趣旨学だったものに対して、応、うんうん、陽明の陽明学は心即理を大切にしたから、うん、心全体、要は自分の気持ちを受け入れていこう、うん、大切にしていこうっていうことになるから、うん、必ずしも秩序に対して、うん、それっておかしくない っていう疑問とか、うん、そういったことも許容する考えになっていくわけね。はい、な,るなるほど、なるほど。で、そうなってきたときに、こう行動が大切。はい、要は、ただ単に勉強して、秩序を学べばいいっていうことじゃなくて、うん、何を自分は感じている。うん、その感じていることを実践していかないと。ほ<ー>やっていかなきゃいけないっていう実践の学問になってい、うん。なるほど。 秩序を学んで、まあそのルールを理解して、それを守るってことだけではなく、まあそれに対してどう感じて、どうあるべきなのかに対して、自ら行動していく。行動する。だから、うん、ルールよりも、こう、うん、大切なことって何っていうのを考えていくのが、うん、陽明学。うん。になっていくわけ。うん。うん、なので、体制側っていうのは趣旨学っていうのを非常に重んじるんだけど、いや、ルールを守りなさい。うん、学校の校則を守りなさい。うん、その、おね。 あのー、変な髪の色な、ね、染めなさいとか、開、うん、し学校というものは、ええー、うん、その、ヘンテコな、ね、あの、とんでもお、学、学則なんだっけうん。なんていうんだっけ学校は。高速高速ええー、うん、とんでも高速とかが生まれていくのは、うん、趣子学的な考え方。 それに対して自立とかそういったものを大切にしていきましょうっていうのが陽明学的な考えなんだけど。うんうん、なるほどな。うん、マネジメントする側としては趣旨学の方が楽なわけよ。そうですね。その管理される側の人たちがどう行動するかっていうのが見通しづらくなるのが多い、あ陽明学そう。なってくるわけなので。うん その陽明学っていうものは体制を壊していくような考え方になっていく。そうですね。うん、だから日本の幕末でも、江戸時代、うん、江戸幕府は朱子学を大切にしていきながら、え幕末の維新のタイミングでは陽明学が<ー>だから、日本の大塩<ー>平八郎さんっていう人が、1837年に大阪で反乱を起こした時に、彼が陽明学者だっていうことが大切だったわけ。<ー>なぜ彼は、 反乱をしたかっていうと、うん、このまま国のね、体制、えー、秩序とかルールを守ってたら助からない人がいる。ルールを逸脱しても、目の前に人が苦しんでいるのに助けようとしない。うん、それはおかしいっていう、うんはい、発想で動くのが陽明学的な動き方なわけ。なるほどな。なんか今ここまで聞いて、朱子学と この陽明学っていうのが日本にどう関係してるのかなってちょっと疑問に実は思い始めてたんですけどそういう日本の江戸時代の初期から末期にかけての変化ここにも大いに関係してたことなんですね朱子学で言うと新井白石のなんかな名前をなんか思い出すんですよねそういったあのーうん、再生側にいた人っていうのは基本的に朱子学を うんうん、学んでいくわけなんだけれども、あのー、うん、日本の、あのー、やっぱり、その、体制側っていう人たちは朱子学をベースにしていくし、うん、新井博石、うん、今、祖師が出ててくれた新井博石も朱子学者として、学者として、そこから政府顧問になっていったっていう流れがある。うん、でも、<ー>こう我々、体制側、そのルールを守ってて、うん、そのまんまで、じゃ死んじゃっていいのかとかね、 こうルールを逸脱しても、それよりも大切なことあるよ、ね。うん、あるいは、うん、ルールを知ってる人だけが偉いの。うん、官僚とかね、例えばルールを知ってる人が選ぶるっていうこと。うん、それを認める社会がいいんだっけっていうことで、うん、確かに勉強するってすごく大切だし、秩序を守るっていうのも大切なんだけれども、趣旨、はい、学では性即利を大切にして、 うん、成人学んで至るべしっていうことで、うん、正しい人、立派な人になるには学ばないとい,かいけない。これで、ねうん、正しい言葉でもあると思うんだけれども、それが行き過ぎちゃうと、うん、それはそれで弊害あるよね。なるほどな。で、応用名は、心即離で、うん、もうすでに心、うん、要は何も鍛えなくても人間、その心自体がありのまま。うん。うん、ね、まるであの、レリゴーみたいな感じでね。うん、そ こう、アナと雪の女王みたいな感じで、みんなありのままのっていう感じの、万が一の人、ね、みんなこれ成人っていうのが、陽明。うんうん、要は、街にいる人、誰しもが、みんなもうすでに成人なんだよ。っていう、こう、言葉、うんうん、なので、当、うん、然、朱子学と違って、陽明学は、うん、はい。 実践行動しなきゃいけないということで。じゃあ、世の中を救うためには行動しなきゃいけないんだという。うん,う,んうん。いう、陽明学者としての応用名。なるほど。学問に生きただけじゃ当然ないわけです。うん、だってね、それじゃあ、うんうん、口先だけでやって、言ってることが、朱子、ね、趣旨学と一緒になっちゃうわけじゃん。うん、言ってるだけで。今から言ってるのは行動だけど。でも、<う>彼自身、あの、趣旨学的な、あの、生き方しかしてないよねってなっちゃいますよね。 なったらね。だから彼は当然行動をしているということで、うん、ということで、文武両道の応用名。うん、ただ単にね、うん、僕ら応用名って聞くと、陽明学。うん、陽明学の人だから学者さんなんでしょとだから、こう、お家でね、カリカリしてたりとか、うん、あの、政府とか観光庁で会議室でふんぞり返ってたんでしょ、うん、っていうイメージが実は違うんですよ、うん、というのを次回お伝えしていきたいと思います。うん いやここまで僕王陽明の話を聞いててあの彼がこういう思想を、えーまあ、世の中に、えー、伝え始めたってことは明という国の初期がやっぱり秩序とかルールとかで結構がんじがらめな世の中だったのかなってちょっと想像したんですよねだからそれに対してこの陽明学っていう思想の下で一体どんな 行動とか動きがあったのかなっていうふうにちょっと気になったのでぜひそのあたり次回あのお話聞いていきたいなと思いましたはいということで、はいえー、次回も皆さんぜひ聞いてくださいね、えー、お相手はリートンとソッシーでしたこんにちはソッシーです皆さん日々のニュースって理解できていますか政治や経済国際関係に社会問題さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけど、なかなか時間がないな詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ、 各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などで「ラ・ジ・レ・キ・新聞解説」で検索してチェックしてみてくださいね。